を入れるかどうかのケツを取らせてくれないか、堀北さん。権利はないわ。いや、間違ってる。愛だというの。堀北、黙れ。本当か嘘かどうでもいい。被害者だ。被害者？無関係なわけないだろ。君らのやり方には吐き気を覚える。挑むとでも言うの？何がいけないんだ？君の存在がいけないんじゃないのか。やり方なんて認められない。あの浩二君を蹴落とすグループが作られていたのよ。それも最悪な行為だ。そんな真似とは違う。今ケツを取らなくとも考えは伝え終えた。だから君の名前を批判票に書くことにするよ。好きにして。理不尽だと思うだろう。社会に出ればならない事態は必ず訪れる。嫌がらせと捉えているうちは成長しない。私は一切口を挟むつもりはない。よく考えて投票することだ。